5月25日は、グレゴリオ歴で年始から145日目にあたる。年末まで200発日ある。アメリカ合衆国憲法制定のためのフィラデルフィア、憲法制定会議会会日本初の食堂車、採用鉄道食堂付一等車大逆事件の検挙開始。画像は、記念碑、志を継ぐメディアを再生する、核砲弾の実写実験。ヘルプ、音声、動画の再生。 ケネディ、月着陸計画の決定を、発表家人、香川歌劇誕生。超越主義の思想家、ラルフワールドエマーソン。歴史家、ヤコブブルクハルトグラフィックデザイナー、ウジェヌ・グラッセ。アール・ヌーボーの先駆者。画像は、エル・マーケットのインク、ゼーマン効果を発見した、物理学者、ピーター・ゼーマン航空機製造のパイオニア、イゴール・シコルスキー。画像は、 世界初の4発起、ルスキー・ヴィティアズ・カノッサの屈辱で知られる、ローマ教皇フレゴリウス七世ツ2クライナの民族主義者、シモン・ペトリューラ、亡命先のパリで暗殺作曲家、グスターブ・ホルスト・ボズ。惑星より、金星、平和をもたらすものを聞く、写真家、ロバート・キャパ、ベトナムで地雷により、爆死、タップの神様、ダンサー・ビル・ボージャングル・ロビンソン。 ありがとうございます。